こんにちは、ベビチューブののんです。以前配信した座り中に食べられた食べ物の食事編、果物、お菓子編に続き、今回は飲み物編をお送りしていきたいと思います。ちなみにこのシリーズ、この動画が最後の動画となります。ぜひ最後までお付き合いください。チャンネル登録がお済みでない方は下の概要欄から登録をよろしくお願いいたします。それでは始めます。まずね、私が座り中、妊娠中にドハマりした飲み物といえばコカ・コーラとトマトジュース、この2つですね。水分補給といえばもうこの2つ、まあ、コーラの方がかなり割合は多かったんですけど飲んでたので、当時は結構食べ物にね気を使って体重管理をしてるのに、なんでか太っちゃうなっていう風に思ってたんですけど、まあ、今ね改めて考えてみたら、まあ、そりゃコーラを1日ずっとごくごく飲んでたらそりゃ太るよねっていうのをさっき本当に気がついてびっくりしました。で、私と同じく炭酸飲料とトマトジュースにハマりましたっていう方が結構いらっしゃったんですよ。あとはオレンジジュースとかグレープフルーツジュースとか柑橘系のちょっとさっぱり系のものを飲んでたっていう方もすごく多かったです。でね、泉 M ライドアウトさんからのコメントをちょっと柑橘関連でご紹介したいと思うんですけど、いつも水筒に水とレモンを入れて持ち歩いていましたっていう風にいただいてまして、これすごくいいなと思いました。レモンフレーバーの水すごくさっぱりしてて美味しいですよね。これ生のレモンじゃなくてポッカレモンとかでもいいのかな。糖分とかカロリーも気にしなくていいし、これ私も妊娠中すればよかったなっていう風に思いました。あとね、さとこさんからいただいてるコメントで、妊娠後期に紅茶にハマり、特に無印のノンカフェインのチャイがお気に入りで毎日飲んでましたっていただいておりました。ありがとうございます。でね、これ個人的にすごい紹介したかったのは、無印のチャイ美味しいよねって思って、私全然妊娠中じゃなかったんですけど、数ヶ月前空前のチャイブームが私の中に起きまして、さとこさんと同じく無印のねチャイを私も毎日飲んでたよっていう話がしたかっただけなんですけど、美味しいですよねチャイ。そうか、言われてみればノンカフェインだから妊婦さんにいいですね。ということで、このシリーズはここで終了となります。コメントをくださった皆様、ご視聴をいただいた皆様、どうもありがとうございました。また違うテーマでコメントを募集させていただくと思うんですけど、またその時はご協力をよろしくお願いいたします。本当ね、あんなにたくさんのコメントをいただけると思ってなかったので、正直びっくりしました。ありがとうございます。嬉しいです。しかもいつも楽しく見てますとか参考にしてますとかコメントをね添えてくださってる方もいらっしゃって、もうなんかすごい励まされました。本当にありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思いますので、またこれからもビビチューブをよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。